クラロアとかけまして、わかんない、なんだろう、鼻水出たな、なんだろうな、なんかちょっと僕最近知り合いの方とその何謎かけっていうのを、まあなんかあるじゃないですか、なんとかなんとかとかけまして、なんとかなんとかと解く、その心はなまるまるでしょうみたいな、真ん中に来る言葉はなんか同音異義語なんですよ。それがすごい面白いっていうのがあるんですけど、ネットでは AKB48 とかけましてホームレスと解く、その心は公園で選挙しますっていう感じで、なんかうまいじゃないですか、なんかおーなるほどねみたいになるじゃないですか。キヨッチです。僕がねそれをねうまーく言いたいですよね。なんかかっこいいっていうかさ、なんかこう知的な感じがするじゃないですか。他のところで知的さをアピールした方がいいと思うんですけど、なんかすごいおっさんに言えるとかっこいいみたいな、そういうのがあると思うんでね、ぜひとも皆さんコメントでクラロワとかけましてという感じで、ぜひとも皆さん、なんか、謎かけ募集します、コメント欄で。どうも皆さん、こちら、キヨキヨです。はい、ということでですね、こちら、来ましたね。まあ、なんつうんでしょうね、コメント欄とか、ツイッターとかのリプライでも、キヨキヨ低いやろと。なんなら、キヨキヨさん引いてくださいと。見たいです、みたいなリクエストをたくさんいただきまして、まあ、引くでしょと。いけますよ。絶対引くだろって思われてるんですよね、キヨキヨは。思われてるからしないとかじゃなくて、思われてるからそのまま引くっていうのがね、キヨキヨスターや。なんでね、今回引いてきたと思います。全部引くと思うじゃないですか。思うじゃないですか。引きます。で、引くんですけれども、見てこれ。ウルトラレア宝箱。キヨキヨにこれ動画撮ってくださいってスーパーセルさんこれ言ってるようなもんでしょこれ。引かないわけないでしょね。ちょっとおこだよこれね。こんなクラロワ感謝祭セール出すね、このウルトラレア宝箱を出す、この2つをね YouTuber に出したら動画撮るに決まっとんやろ。はい、ということで、僕もね実際に引いてきたと思います。じゃあウルトラレア宝箱一旦保留しといて、じゃあこちらまずちょっとエメ注入していいですか。まずはエメを買う。これはいいんじゃないですか、普通にポン。さあさあ、やっこ、これは美味しいよ。なんかこう、劇的に美味しいっていう感じではないですけど、なんかこう、地味に嬉しいみたいな。ぜひこれ買ってもいいんじゃないかなと思います。ちょっと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 。何個買えんのこれ。5分の4ってなってるから、これ5個買えんの。スーパーセルさん。儲けるねー。まあね、でもこれお得なんで普通に。今買っとかないともったいないまでありますね。その課金する側としてはね、そう、やっぱ無課金の人だとやっぱこう、よくさ、あるじゃん。なんかこう、課金してる人をバカにする風潮。お前課金したの。っていう人いるじゃん。ダメだからそれは。そのさ、今のご時世に、コンビニでね、パン買いました。ジュース買いました。300円です。その買った行為に対して、っていう人いないでしょ。もうゲームがすごい浸透してきてるんで、課金っていうのはね、かっこ悪いことじゃない。そんなね、逆によ。っていう人、それが恥ずかしい。もうぜひともね、友達にいたらこの動画も拡散してください。いや、でも拡散しちゃダメだな。拡散しちゃダメです。拡散すると、っていう人が、この動画を見たら、なんだこの YouTuber。調子乗ってんじゃねえぞ、ムカつくなーってなっちゃうかもしれないんで、心の中で止めておきましょう。あ、もう拡散してくれたら嬉しいんですけどね。ぜひとも皆さん、してくれると嬉しいっす。はい、ということで、もうこれ、買っちゃいますね。もう早送りで、たんたん買えますわ。購入購入ラスト購入さあ、ということで、全部、買いましたと、何これ色画像、え、大丈夫大丈夫。じゃあちょっと、一旦、まあ、ウルトラレア宝箱、普通に500円目であるんで、一番どでかいウルトラレア宝箱引いていいですか。2400円の。これね、5000エメラルドなんで、単純に、マジで美味しい。スバセルさん、ありがとうございます。さあ、さあ、買いました。さあ、2連続、一旦引きます、一旦。さあ、行きます、さあ、行きます。行きますよ、こっから。ポン。頼む、頼む。今、ローリングウッド欲しい。ローリングウッド欲しい。ローリングウッド、うだたたたん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 。なんだよ、こいつは。インフェルノドラゴン。アップグレード可能。いや、もう許そう許そう許そう、もうなんかアップグレード可能になったら嬉しいわ。あー、でもね、アップグレード可能じゃなかったらね、おいおいおい、ふざけんなよ、なんでインドラなんだよってなっちゃうんで、まあまあ、これはね、なんか僕最近までさ、インドラとランバージャックめっちゃ出るんすよ、なんか知んないですか、ほんとに。やめてもう。あ、
足どっちとも足か。びっくりした、顔なし人間かと思った。さあそれではこちら、巨大宝箱3個引ける2個引けるんでね、ごめんなさい、2個引けるんで引いていきたいと思います。普通にゴールドもらえるのがめっちゃ嬉しい。ポン。さあ巨大宝箱、これ今欲しいのは、まあ、ノーマルで欲しいのはなんだろう、なんかオーブンとかのレベルもちょっと上げていきたいなと思ってるんで。お、ムートね、美味しい。あーびっくりした、もう乾燥してた、ごめんなさいごめんなさいごめんなさい。ポン。ボムタワーあんま使ってないですね、僕最近ね。ポチントな。おーほう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 。まあ一箱目にしちゃいいんじゃないですか。で、これゴールド。ゴールドめっちゃ美味しいやん。これめちゃめちゃ美味しいですね。さあ、そして最後引きたいと思います。さあ、引いた。さあ、行きますよ。ポン。さあ、行きますよ。さあ、ゴールド来て、これ美味しいよ。ポン。お、大砲ね。なんかなんだろう、吹き矢ゴブリン僕乾燥してたっけ、ちょっとわからない。ポン、いきますよ。オーブンいいね。いいね。あ、でももう少しで多分乾燥できるんで、いいっすね。もう全部乾燥させたい、マジ。ポン。おいー。お、あ、スタックね。スタックって何？ボランティアをさ、ボランティアって言う人？え、何これ、かっこつけ？ベルサイユ条約を、ベルサイユ条約。うぜー、どういう人いるわ。でもね、僕はね、でもね、ベルサイユ条約って習いましたね。テストで、じゃあ、大枠と、おっしょ、これ言わして。先生が黒板にベルサイユ条約って書いたんすよ。で、僕はテストで、ちゃんとね、ベルサイユ条約って書いたわけ。そしたらテスト返却の時に、おい、なんかカッコつけて書いとるやん。黒板に書いとったやろ、別にカッコつけて。中二病じゃねえよみたいな感じで思いましたね。まあどうでもいい、ごめんなさい。でも宝箱引ける、最後の一枚、ポン。おお、ゴブゴヤ。ここはトイレです。さあ開けました、さあ開けました。あ、なんだよこれ。誰、勉強不足だったらごめんなさい。ちょっとほんとコメント欄でね、教えていただければと思うんですけど、誰？え、ごめんなさい、ちょ、勉強不足だったら、ちょ、僕ほんと恥ずかしいんで、誰とか言うのはやめましょう、ごめんなさい。なんでしょうね、まあなんか有名な方なのかな。いや、そしたらなおさら誰とか言っちゃ失礼ですよ、ごめんなさい。謝るってことは重要ですからね。もうとりあえず謝れば解決します。すべてのことは謝罪から。さあ皆さん、お待たせいたしました。なんか最近僕指パッチンしてる、別に桐崎英二さんの真似してるわけじゃないんですけど、なんかさ、ひらめいたみたいな、行くぞみたいな、よしこれからだみたいな感じがあるから、別になんかパクリとかそういうんじゃないっす、別にキヨキヨのものでもないっす、ただの指パッチンっす。さあ最後、もうね、もうキヨキヨのね、もううざったい話はもうこれまでですから、もうね、ほんとね、ここまで見てくれてる人はもうキヨキヨの大ファンよ。もう大ファンってことにしましょう、大ファン。もう大ファンの方はもうコメントください。別になんかコメントめっちゃ求める YouTuber みたいになってる、ほんとにね。そっちは盛り上がるかなみたいな、まあいろいろ考えつつなんですけれども、まあコメント多い方が嬉しいっす。あと高評価多いと嬉しいです。チャンネル登録してくれるとすげえ嬉しいです。まあ別になんか求めくれ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 みたいになるとさ、痛い人間というかさ、しょうもない感出ちゃうんで、まあほどほどですけれども、最後いきたいと思います。ポチン。え、待って、ポチン。さあ来ました、アリーナレベルを、待って、これ初めて僕説明欄見たんですけど、アリーナレベルを問わずウルトラレアカードが入ってます。ってことはよ、アリーナレベル4の人が引いて8のウルトラレアカードとかが出んの、そういうこと？これやばくね？これさ、ちょっとさ、スーパーセルさんさ、太っ腹すぎよ運営さん、本当に。で最後いきたいと思います。ドン。待って、ドン。押せない。いきますよ、ドン。あ、まあ、おい、しっかり働きお前、本当に。いきたいと思います。ポチン。え、なんで固まってる？ポチン。固まってる。え、待って、大丈夫？うん、はいはい、動かなくなりました。もう人差し指、ごめんな、お前働けとか言ってな、お前働いてたわな、ごめんな。一旦再起動いいですか、一旦再起動。え、これで引いちゃったことになったりしたらやだよ、頼むよ。まだ引けるよね、まだ引けるよね。さあ来た、スーパーセルさん最高、いきます。ポツン、ポチン。さあ来た、さあ来た、ローリングウッディ、ローリング、ローリング、キョキョ、ローリングウッディ、テイ、カイかい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 
弱くしすぎ説ありますよ。はい、ということで今回クラロワ感謝祭ということで、なんかごめんなさい、なんかすげえもう今ね20分くらい動画撮ってるんですよ。多分カットカットカットしてなんか10分なんかその短い感じでキュッとなってると思うんでね、ぜひ皆さんごめんなさい先生、ちょっとあの雑談がね激しいっすね。なんかこう、まあなんかこう、ラジオ感覚で聞いてください。僕の動画は、こう、まじまじと見てほしいってよりも、なんかこう、ご飯食べながらとか、まあなんか通信制限危ないけど、なんか電車の中でちょろっと暇の時見るとか、そういう感じで、ね、ラフな感じで見ていただけると嬉しいんでね、ちょっとまあ、ほんと、ゆるい感じで見てくれると嬉しいっす。まだチャンネル登録お済みでない方、ぜひともこちらの顔のボタンからチャンネル登録していただきますと、私のモチベーションがキュイーンと上がったり、生放送だったりとか最新の動画がね、見やすくなると思いますので、ぜひとも皆さんこちらからチャンネル登録お待ちしております。そしてこちら、この動画を見た方は絶対宝箱動画が好きだろうということで、こちら宝箱動画2個ありますんで、まだ見てない方はぜひともチェックしてみてください。ということで、ご視聴